株式会社カステラ本家、福佐屋は、長崎県長崎市に本社を置く、日本のカステラの製造業者である。1624年、初代、福佐屋は、ポルトガル人より直接伝授されたカステラなどの南蛮菓子作りをはじめ、長崎カステラを草案。5代まで、引き地町にて販売。1775年期の都市通じ、6代、治療時事大助の時に店舗を、 丸山や、東神屋敷にほど近い船大区長に移転。明治時代に入り、十二代、聖太郎は、中国で桃と並んで、刑事、幸運の印として尊重されている川堀を商標と、する。この頃、卵と砂糖の配合を多くし、粉を少なく配した、五十三小カステラを草案。聖太郎の代から、一年に一度、毎年五月に、菩提寺である、小学寺にて、 卵供養を催すことを始める。十三代、ためサブロウの時に、宮中お買い上げの境に浴し、以来各宮様のご用命を賜る。ためサブロウは、卵白のみ使用した白菊、卵黄のみの黄菊の特製カステラを草案。戦中戦後の兵法を経て、1949年に生産を再開。1952年に東京支店を開設。 1977年に本社たらみ工場を完成。1983年に福岡支店を開設。1992年に大村工場を完成。福祉屋に関するカテゴリー。ありがとうございます。